男子ゴルフツアーの中日クラウンズ、2日から4日間、中日新聞社共催の公式練習とプロアマ戦が1日、愛知県東郷町の名古屋 GC 和合 C、6557ヤードパー70で行われ、岩田寛、43は和合との抜群の相性で昨年に続いての連覇を狙う。ツアー通算5勝のうち、 二勝をクラウンズで上げている。三度目の優勝となると、青木光通算六度優勝、尾崎正史、通算五度優勝、に続いて三人目となる。あの二人と比べないでください。連覇は、狙うには狙います。でも、あまり考えないように、できるだけフラットに臨みたいと病状心を強調した。